旬で彩る幸せご飯。今日はズッキーニと新玉ねぎのチーズサラダを作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材はズッキーニ。この数年でスーパーでもよく見られるようになりましたよね。ハウス栽培が盛んな宮崎県は全国2位の生産量を誇り、これから初夏までが収穫の最盛期です。ズッキーニは味に癖が少ないので、生で食べても美味しくいただけますよ。みずみずしくてシャキシャキとした食感を楽しめます。調理時間はおおよそ20分です。では作っていきましょう。ズッキーニは薄切りします。新玉ねぎは薄切りにして水にさらします。生ハムは一口サイズのものを使います。オリーブオイル、粉チーズなどを入れて調味液を作ります。調味液にズッキーニをあえます。生で摂ることでズッキーニの栄養を効率よく摂ることができますよ。調味液が絡んだら10分ほど置きます。10分ほど置くのはどうしてですか？調味液を含んだズッキーニがドレッシング代わりになるので、しっかりと味をなじませましょう。なるほど、ドレッシングになるんですね。10分ほど経ったら新玉ねぎ、生ハムを入れ和えます。これでズッキーニと新玉ねぎのチーズサラダの完成。ズッキーニと新玉ねぎのシャキシャキ感が心地よく、さっぱりといただけるひと品です。爽やかな味わいの中にほんのりとチーズのコクを感じます。ワインなどお酒と一緒に楽しむのもいいですね。ズッキーニで彩る幸せご飯、ぜひお試しください。